セリーグ MVP 争い、6人に絞られる。大山、2割8分7厘14本68打点 OPS836、全試合4番、近本、2割8分9厘8本53打点 OPS819 26盗塁、防成地位、中野、2割9分2厘2本38打点 OPS798 盗塁、守備で貢献、村上、10勝5敗防御率 1.76、防御率正地位、岩崎、56登板3勝2敗32セーブ防御率 1.38、セーブ正地位、岡本、2割9分4厘40本92打点 OPS1004、セ本塁打1位。まあ近本だろうよ。あずまな。普通に村上やな。まあ近本やろ、優勝縛りなかったら岡本一択だけど。村上になりそう、話題性あったし。成績だけ見たら岩崎だけど、イニング考えると村上かな。個人的には長いこと苦労してきた岩崎にあげてほしいけど、まあそうはならんやろな。岡田でええやろ、優勝できたの岡田のおかげやん。棒で選ぶなら近本でいいけど、あいつらそんなん見ないだろうからどうなるかわからんな。成績地味やけど4番やし大山かな。歴代 MVP 見れば近本はないな。ホームラン1桁かつ打率も3割切ってる MVP なんて1人もおらん。阪神から選ぶなら村上一択やろ。こういう時日本は4番が代表してもらうもんや。阪神ロー割れて岡本になりそう。岡本は60本打たんと無理やな。優勝チーム以外から選ばれるには2013のバレンティンぐらい打たないとね。40本じゃ無理だね。村上あと3回は投げるだろうし、12勝くらいまで伸ばしてタイトルも維持したらだいぶ印象良くなるやろ。大山近本村上岩崎の中で、残りの試合で見栄えのいい数字に乗せたやつやろな。